中野隆は、理学療法士、スポーツトレーナー、ジョルタ代表、大阪府堺市出身、大阪府立泉美高等学校を経て、大阪教育大学教育学部障害児、教育学科卒、中学から大学まで野球部に所属し、高校までは当主。大阪教育大学では準公式野球部で、外野手として全日本選手権に2度出場。常に 肘の怪がに悩み、地元の生骨院をはじめ、様々な治療を試すも完治はしなかった。それがきっかけで、理学療法士の道に進む。大学卒業後、愛の医療福祉専門学校に進学し、理学療法士の資格を得る。その後、医療法人緑風会緑風会病院に入職する。この頃から、業務以外の時間を利用して、スポーツトレーナーの活動を開始。 当時はすべてボランティアだった。その後、女子サッカーなデシコリーグイナック神戸の石原貴直と知り合い、当時イナック神戸に所属する田中アスナ、コーラ子のトレーナーを担当するようになる。当時、日本代表にもかかわらず、鈍足と言われていた田中アスナの足を速くするという依頼であった。約半年で自他共に、総力の向上を認めた。その後、 埼玉西武ライオンズの岡本厚志、野上龍馬、菊池武生、稲く神戸海堀歩、ビーチサッカー、日本代表の若林国博、元フットサル、日本代表の吉田明、北京オリンピック水泳銅メダリストの宮下純一など、多数のアスリートのコンディショニングとトレーニングを任せられる。2016年には、ブラインドサッカー日本代表チームのフィジカルコーチに就任。 怪我からの回復のためのコンディショニングやパフォーマンスアップのためのトレーニングを得意としている。また、日本人には日本人に適した戦い方があるとして、武道、武術の概念や体軸理論を根底とした身体感やトレーニング理論を提唱している。毎年、ジョルタ認定トレーナーに対する研修としてイタリアへと渡っている。主に、ローマ、ミラノが研修地である。 研修では、サッカーセリエへのインテルミラノユース、SS ラツヨユースなどを訪れ、若い選手たちにトレーニング指導をするとともに、イタリア人トレーナーたちと親交を深めている。現地コーディネーターは、ジョルタ、テクニカルアドバイザーである、吉田明。中野は、吉田明が主催する、日本人留学サポートプロジェクトであるカルチョ、フォントスティーコのスタッフも務めている。ありがとうございます。